ラッコは主に北アメリカとアジアの淡水域に生息する小型の哺乳類です。彼らは水辺に生息し、優れた泳ぎ手として知られています。彼らの特徴的な外観は灰色や茶色の毛皮とマスクのような顔の斑点で知られています。またラッコは非常に賢く器用な動物としても知られており、魚や甲殻類を捕食するために手や鋭い爪を使います。一般的には人懐っこく好奇心旺盛な性格を持ち、観光地などで人々に親しまれています。さらに日本ではタヌキと呼ばれ、民話や伝説に登場することでも知られています。可愛い容姿と興味深い行動のため多くの人々に愛される動物の一つです。ラッコは彼らの可愛らしい外見と興味深い行動で人々に愛される動物ですが、彼らの生息地が縮小していることが大きな懸念です。彼らは森林伐採や河川の開発などによって生息地を失いつつあり、これにより個体数が減少しています。また水質汚染や野生動物の密漁による影響も大きいです。ラッコの保護のためには彼らの生息地を守ることや環境保護活動に参加することが重要です。さらに人間との共存を図るためにゴミや食べ残しを避けるなどの努力も必要です。私たちの取る行動がラッコの未来を左右するかもしれません。彼らの可愛らしい姿を見るだけでなく、私たちができることを考えるきっかけにもなるかもしれません。ラッコは私たち人間と同じ地球で生きている仲間です。彼らと共に美しい自然環境を守り、未来の世代にも美しい姿を残すために、私たち一人一人ができることを考えて行動していきましょう。ラッコはその可愛らしい容姿と賢さで多くの人々に愛される動物です。しかし彼らの生息地が縮小し、個体数が減少しているという事実もあります。私たちも彼らと共に生きる地球の一部として、環境保護活動に参加し、ラッコの生息地を守ることが重要です。また、日常生活でも、ゴミの適切な処理や節約を心がけることで、ラッコを含む野生動物たちの未来を、守る私たち一人一人ができる環境保護活動は、ラッコを含む野生動物たちの未来を左右する重要な役割を果たします。例えば、自分の生活の中でリサイクルを心がけることや、省エネや節水を実践することが大切です。そして、ラッコの生息地を守るためには、環境保護団体や地元の自治体の活動に参加し、森林や河川の保護に貢献することも大切です。私たちの取る行動がラッコの生息地を守るためには、環境保護団体や地元の自治体の活動に参加し、森林や河川の保護に貢献することも大切です。さらにラッコの生態や生息地について学び、周囲の人々にも啓発活動を行うことも重要です。また観光地などでのラッコとの触れ合いを通じて、彼らの魅力や可愛らしさを多くの人々に伝えることも大切です。私たちの取る行動がラッコを含む野生動物たちの未来を守る鍵となります。彼らと共に美しい自然環境を守り、未来の世代にも美しい姿を残すために、私たち一人一人ができることを考えて行動していきましょう。ラッコはその魅力的な姿と優れた泳ぎ手として知られていますが、彼らの生息地が縮小していることが大きな懸念です。環境保護活動や啓発活動を通じて彼らの生息地を守ることが重要です。また日常生活でもゴミの適切な処理や節約を心がけることで、ラッコを含む野生動物たちの未来を守ることができます。私たちの取る行動がラッコを含む野生動物たちの未来を左右する重要な役割を果たします。彼らの可愛らしい姿を見るだけでなく、私たちができることを考えるきっかけにもなるかもしれません。ラッコは私たち人間と同じ地球で生きている仲間です。彼らと共に美しい自然環境を、彼らの未来を守るために、私たち一人一人ができることがあります。例えば自分の生活の中でリサイクルを心がけることや、省エネや節水を実践することが大切です。そしてラッコの生息地を守るためには、環境保護団体や地元の自治体の活動に参加し、森林や河川の保護に貢献することも大切です。私たちの取る行動が
ラッコの生息地を守るためには、環境保護団体や地元の自治体の活動に参加し、森林や河川の保護に貢献することも大切です。さらに、ラッコの生態や生息地について学び、周囲の人々にも啓発活動を行うことも重要です。また、観光地などでのラッコとの触れ合いを、彼らの魅力や可愛らしさを多くの人々に伝えることも大切です。私たちの取る行動が、ラッコを含む野生動物たちの未来を守る鍵となります。彼らと共に美しい自然環境を守り、未来の世代にも美しい姿を残すために、私たち一人一人ができることを考えて行動していきましょう。ラッコは、その魅力的な姿と優れた泳ぎ手として知られていますが、彼らの生息地が縮小していることが大きな懸念です。環境保護活動や啓発活動を通じて、彼らの生息地を守ることが重要です。また、日常生活でも、ゴミの適切な処理や節約を心がけることで、ラッコを含む野生動物たちの未来を、守るラッコの未来を守るために、私たち一人一人ができることはたくさんあります。例えば、減少している彼らの生息地を守るために、環境保護活動や啓発活動に参加することが重要です。また、日常生活でも、ゴミの適切な処理や節約を心がけることで、ラッコを含む野生動物たちの未来を守ることができます。環境問題に関心を持ち、行動を起こすことが、ラッコの生息地を守り、彼らの未来を守るための第一歩となります。彼らと共に美しい自然環境を守り、未来の世代にも美しい姿を残すために、私たちの取る行動が重要です。彼らは私たちの大切な仲間であり、私たち一人一人の力が彼らの未来を左右になります。私たち一人一人ができることはたくさんあります。例えば、減少している彼らの生息地を守るために、環境保護活動や啓発活動に参加することが重要です。また、日常生活でも、ゴミの適切な処理や節約を心がけることで、ラッコを含む野生動物たちの未来を守ることができます。環境問題に関心を持ち、行動を起こすことが、ラッコの生息地を守り、彼らの未来を守るための第一歩となります。彼らと共に美しい自然環境を守り、未来の世代にも美しい姿を残すために、私たちの取る行動が重要です。